よし、じゃあここからどうする？とりあえずつくもの事務所に戻るか、これからどう動くべきかを相談するんだ。じゃあ一回99課に帰る感じか。ふうじゃねえよお前、空気読め。なんかいる、なんかいる、なんかいる。お、なんだお前。え、なんか強く、成金野郎だ、成金野郎だ。お金くれお金。いっ、ええー、ちょっと待って、何それ何それ何それ。強い、強いって。今 HP 半分ぐらいあったじゃん。ああ、しかもここに戻されちゃうんだ。うわ、屈辱。よっしゃ、情報の整理だ。ただいま。よう、戻ってきたか、タボ。お疲れ様です、八神氏。高校の様子はどうですか。つくももありがとな、探してくれて。全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。まあそりゃそうだわな。うん、そりゃそうだよね。お、これだけ？昨日先生の部屋から持ち出した卒アルだけど。ああそうだそうだ、つくも君に渡してあるよ。それ見なきゃダメだ。八神さんも後で中見てみたら。そうだね。俺には今も昨夜見たもんが信じらんねえよ。沢先生の仇絶対に取るぞ。だろ、タボ。なんか海藤さんの場合なんか個人的なあれがすごいある気がするけれども、ちょっとお金もらっておきましょう。八神氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、八神氏。よろしく。これが出るってことはなんかあれなんだね、きっとね。なるほど、わかったよ。つくも、また後にしよう。今ってさ、あるね。さてと、どうだ。あ、でも保健室では何も起きないな。ごめんごめん、つくも、ちょっとね、用を足してきたよ。八神氏が来るのを待っていました。ああ、始めよう。沢先生は昨日職員会議中、自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され帰宅しています。その後の状況から察するに、電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だ。そうすれば桑名が釣れるっていう判断だったのかな。阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどうつながってんだ。卒業アルバムを見よう。それもそうだけど、そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの。カムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさ。ああ、わからないことだらけだよな。うん。だから俺らが最初にやるべきなのは、RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そうだね。そもそもあいつは桑名じゃなくて、北方ってのが本名らしい。RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは、偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。まあおめおめ出てくる感じではないよな。事務所の場所は、桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。まあそれはそれで怪しいよな。さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おう、でついさっき分かったんだがよ。うん。どうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。ほう。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、まずはそこに行こう。そうかなくっちゃな。いや、卒業アルバム見ようぜ。その前に話の続きは後だ。ああまあまあ、でもそうか。なかなか腰が落ち着きませんな、八神氏は。そうか、時間勝負ってことか。なるほどね。
まあでもそうだよな、RK にそれ抑えられちゃったら元も子もないもんな。場所は、あ、そんなところ。うん、この辺だ。プレハブって言ってたけど。おー、確かに汚ねえな。ここ桑名のねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど。モグリの便利屋って感じの家だ。行こうぜ行こうぜ。まあ、ちょっとこんなにね、車が止まってるのも意味わかんないけど。よいしょと。ただまあ、のこのここんなところで休んでるような玉じゃないよね、きっと。なんだよ、どうした？うわ、ドアが壊されてる。バールか何かでこじ開けられたんだ。もう RK は、なるほど、来てるんだよな、きっと。誰かが一足先に来たんだとしたら、RK の連中だろうぜ。怖いな、この開け方。今、桑名を追ってるのは、奴らと俺らだけだ。本当に奴らと俺らだけか。他の勢力出てこないよね。で、中だ。なんか随分ホコリっぽいけど。完全に先を越されたな。うん。仕方ねえ。RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ、競り負けることだってある。ただなんか、クワナは多分、昨夜からここに戻ってないんだと思う。なんか情報ないか、ここに。自分が追われていると気づいて、どっかに逃げたはずだ。下手すると、もう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らは、ここで何をすりゃいい？手がかりよ。あいつの本名は北方ってことだった。だとしたら、なんで偽名を使わなきゃいけなかったのか、正体が知りたい。うん。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。まあそういうことだ。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。さて、そうだね、桑名の正体を知る手がかりがいる。まだここに残っているといいんだけどなと。まあないわけないでしょう。何かしらあるでしょう。ちょっとそのホワイトボードがやけに気になるけどね。ああ、これ以上いけないのね。ああ、それは見れないのね。怪しいな。タバコ？灰皿？灰皿だ。でもなんか妙だな。妙？何が？何がだ？この部屋の中、食い残し、飲み残しが目につく割に、この灰皿は随分綺麗じゃない？確かに。そうか？あ？ん？調べる。灰皿。確かに綺麗かもしんねえが、それがなんだ？たまたま洗いたてだったんだろ。まあなんか洗わなさそうだけどね。洗いたてっていうか、しばらく使ってない感じだ。うん？ほら、ほこりが溜まってるよ。これなんか手がかりになるのかな、うん、で、それが桑名の正体を知る手がかりになるのか？なるかもしれないし、ならないかもしれない。いや、わかんないってことね。ちょっと気にしすぎだったかな。いや、少しでも不審な点が、不審があれば気にしとくべきだと。うん、まあまあまあ。次。汚いな、おい、しかし。なんだ、カップラーメンの食い残し。少しは片付けろっての。実はこの部屋、荒らされる前から散らかってたんじゃねえの。それも一理ある。随分でかいプリンターが置いてあるな。便利屋の仕事ではこういうのも使うってことか。なんかろくな情報を調べさせてくれないな。これなんだ？なんだ？カップ酒の飲みかけ。なんでこう半端に飲み残すんだろうな。気持ちはわかるよ。そしたら家探しされてもこんなぶちまけらんなかったろうに。タボ、ここの床まだぐっしょりしてるぜ。お、新しいってことか？そうか。ってことはまだこのカップ酒が倒れてから大して時間が経ってない。俺らより先に誰かここへ来てたとして、それはついさっきだったってわけだ。あれだね、鉢合わせなくてよかったね。なんだ、お、タバコ。タバコだ。これクワなのかな。まあそうだろうな。どうだろうな。ん？あいつが吸ってたのは確か電子タバコだ。あれ、確かにそうだったな。そういえば電子タバコだったね。あんまり使ってない灰皿に普段吸わない紙のタバコか。そんなに引っかかるとこか。
電子タバコと紙のタバコと両方吸ってるやつなんていくらでもいるぞ。あ、私ですかもね。でも探偵が些細な疑問と好奇心をなくしちゃ真実には近づけない。なるほど、かっこいいじゃないの。お、この調べろって、あー、まあこういうしまい方するよね。ん、あれ、このライター、ライター、なんだよ、お、え、 USB、 USB メモリーだ。そいつをライターに偽装してた。なんだこれ。おお、こいつは当たりじゃねえか。わざわざこんな風に隠してたってことは桑名にとってよほど大事なもんだぜ。これ隠してたってことか。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。よし、うん、そうだね、決まったらスクモンとこに戻ろうぜ。収穫あったみたいだな。ここはもう十分だ。出ていくとしよう。 OK。 でだ、夜だね。すっかり暗くなっちまったな。なんかまた RK とか出てこないよな。なんだよ、タバは。お出迎えが来てる。おいおいおい、なんだよ。いるな。もしかして RK か。さんざやったじゃん。もうクワナを追いかけてんのは RK か俺らくらいなんだろ。ずいぶんでかいやついたな今。そうまたアクスがいねえ。こいつら下っ端でさ。よかったじゃん。もし相馬がここにいたら俺は自分を止められる自信がない。そうだね。いや、うん、俺もだ。ただそんな簡単に犯人相馬だって決めつけていいのかな。お前らの中に話のできるやつはいるか。相馬と阿久津はどこにいる。これから死ぬやつと話すことなんてねえよ。テンプレのモブ声。そっか、そっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるな。オッケー、サクッとやっちゃいましょう。じゃあいやー、結構モブがそれなりに強いんだよ今作。で、相馬と阿久津はどこにいんだお前。相馬と阿久津はどこにいる。あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。そんなこったろうと思ったぜ。RK の大半はただの駒でしかねえ。そういうことだよね。でももっと言えば多分相馬も現場の駒で誰か黒幕がついてるんだと思う。うん、それはそんな気がする。は金にならない仕事なんてしない。なのにわざわざアウェーの偉人町で殺しまでやってんだ。そっか、つまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ、そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあこうなってくるとなんか厚労省みたいなワードが気になってくるよな。そいつが誰かはわからないけど何がしたいかはわかる。なんだよ。桑名を捕まえることだよ。 RK はそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい、なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、多分思ったよりでかいよな、この黒幕って。いつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。 USB。 じゃあ早いとこスクモンとこに戻るのが良さそうだな。何？何？おばあちゃん？おじいちゃんだった？何なんです？あんたら桑名さんの知り合い？うん、なんだ。ええ、まあそこの倒れてるのは。ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほど。そりゃいいや。え、何この描写。失礼ですが桑名をご存知ですよね。そうね、10年以上隣に住んでるから
クアナさんは便利屋さんだし。そっか、お隣さんか。うちで何か手が足りないときは手伝ってくれてたよ。お代はうちの日替わり定食でね。大衆食堂。この夫婦はクアナのお隣さんってことか。じゃあ10年近くそのクアナっていう偽名を名乗ってるっていうことだよね。実は昨日からクアナと連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。おじさん、当園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだそのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。これサバイバーじゃないよな。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それならセーレン違うか、サバイバーじゃないのか。2、3回俺も飲みに行ったよ。マスター昔は屋さんでも今は丸くなっていいおじさんだからね。誰だろう。なら俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。うん、お話どうも、お騒がせしました。ありがとうおっちゃん。いや別に言って。ほーん、あ、急に、なんかどうした、怖がって。おっちゃん大丈夫だよ。で、横浜で昔ヤーさんがうんぬんって言ったらやっぱセブンのね、清流会とかね、高部の頭とかなんかその辺がピンとくるし、ここだ。プールバーセイレン。セイレン、ここだな。タボ、桑名の桃園ってのがマスターをしてるはずだ。でも桃園ってことはあれか、新キャラっていうか新しいキャラクターかな。まあ行ってみましょう。すいません、お邪魔します。あー、なんかめっちゃ荒らされてるねまたも抜けぬか。荒らされてるねなんか店の中荒れてるね。家探しされたってほどじゃないけど、なんか営業してる感じしないな。慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げた。なんだ、ここも外れた。だとしたら勘がいいな。そのうち RK の奴らも桑名を探してここに来るはずだ。この店って今どういう状況なんだ。マスターはいないのかな。いや、そのマスターに会いたいんだよ。出発するか。なんだ、うわー、あー、びっくりした。え、何の音。あー、電話か。びっくりした。ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、おう店の人になりすま、あうわ、怖っ。やっば、やばい、待って、はい、セイレーンですが。うわ、やられてる。そうま、よく避けたな。やっば、こいつアイスピックは女用な。左やめろ、左。おい、カイトさん。RK が何のイニシャルか言ったっけ。ちょ、カイトさん、結構致命傷じゃんそれ。ナイフ、この野郎。そま、ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんま、ちょっと待って、これやらされそうじゃない、このまんま。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと。お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。こないだはヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか、カイトさえいなきゃお前一人わけない。こいつめちゃくちゃ強そう。やばい、回復してない。やばい、回復してない。うわ、躊躇がねえよ。うわ、かっこいい。アングレシューダー RK リーダー相馬、なんだった名前は。和樹だったっけまずちょっと相馬さん、ちょっと一回時間ください。ちょっと僕ね、お腹空いたんで。
ちょっと幕の内弁当食べますから、今から幕の内弁当2つと寿司詰め1つ食べますからね。いいですか？ OK。 さてダメージソースをどう持ってくかだけど、うわーこいつ受け流ししてくるし、やばいやばい、いきなりオーラ溜め込んでやがるこいつ。うわっ、最悪動き。待ってくれよ、結構強いぞこいつ。ちょっとここはちょっと溜め攻撃の方がいいかな。やばそうやばそうやばそう。おお、はいや動き、よいしょ。あー当たんないな。よし、オッケー、ういった。強いよ相馬さん。こいつできるな。おらタコ殴りじゃこら。よいしょ、 EX、 OK、 いいねいいねいいね。やばそう、やっばいしょ。あーヒヤヒヤする。あー大したダメージソースになってないな。これよっと、えい。さて拾ってこの辺で攻撃してみっか。オッケー、イスでドーン。オッケー終わった。お、これ QT 来るか。あっぷね、あーかっこいい。しゃあもう一発。うわピンピンしてんじゃんお前。うわしかもこれで終わりか。全然決着ついたって感じじゃないな。うお強いなこいつ。結構やるんだな。驚いたよ、カイトーより先にお前を刺しとくべきだったかも。やべえじゃん。綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。挑発してきやがってこいつも。なんだと。ん？今度は普通に電話かかってきた。こんな時に無粋だよな。何の電話だ？人の店で何をしてる？ん？なんだ？あんた、ここのマスター？ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのじじいはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。ん？さもないと殺に通報する。誰だこの人。あんたがなんで八神と話したがる。ぐずぐずするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。助けられたマスターに。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。カイトーさんマジで致命傷ってたよね。聞き覚えあるかな。あんまりピンとこなかったけど声で。あーで電話番号教えたのかな、あそこで。はい、ご希望通り相棒の彼はこれで大丈夫。本当に大丈夫か。俺は今あんたを遠くから見て。やめてって、怖いから。探さなくていい、今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがある。サバイバー、この街では一番安全な店だ。川沿いのスナック街にある。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか。あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。
ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。ちょっと待って、ずいぶんせかすんですね。ここで終わるみたいなこと言えなくなっちゃったじゃん。これで10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街のサバイバーですね。そうだ、すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。誰？待たせたな。出してくれ。誰だ？顔は見せてくれるんだよな、サバイバー行ったら。10分ですか。うわ、ちょっと待って、10分以内って言ったのにショー変わるの？そうですか、今行く気満々だったんですけどね、私。そうか、じゃあなんかすごいポンポンとこのショーも終わっちゃいましたけど、うん、8章ですね、平人町の怪人。いや、相馬が怖い。こいつできるわ、やっぱり。なんか下手したらこのまんま、なんかラスボスじゃないけど、とかになるのかな、もしかしたらってちょっと思っちゃったぐらいにはね、狂気を感じましたけど、まあちょっと海藤さんが心配なのと、ね、その今話してた、セイレーンのマスター、こいつが何者なのかっていうところ、まあね、次回やっていこうと思います。ぼちぼち、彼女もいい加減彼女にしないとならないんでね、あれですが。はい、じゃあ今作も見ていただいてありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。